スタジオブルーム、今日も元気に行ってみよっか。確かに予定の時間が過ぎてるわね。いいじゃないですか。予定外のことも旅行の楽しみですよ。どうしたの？くっつきすぎじゃないかなって。あら、そんなことはないわよ。あやの尻が大きいのが悪いんじゃないのか？この車が狭いのが悪いのよ！うわっ！危ないな。車の旅行って言うから少しは期待したのに。今さら何を期待していたんだ。リムジンでもロールスロイスでも借りてきなさいよ。ミア、こんなボロ車に押し込まれるのには耐えられないでしょ。いえ、私はこれで十分ですよ。優しいミア。えい。うだ、ちゃんと運転しなさいよ。お前こそちゃんと座ってろよ。何よ。車の中で暴れない。もう拓也のせいでお姉ちゃんに怒られちゃったじゃない。相変わらずタクヤ君とアヤちゃんって仲いいのね。どこが？あ、窓の外。あ、海だ。気持ちいい。着きました。うわー、広ーい。それに綺麗。確かにいい場所じゃない。拓也が選んだにしては。行きましょうミア、荷物は拓也に任せてさ。でも、温泉温泉っと。顔、ギアついてるわよ。わっ。何企んでいるか知らないけど、幹事役はきっ
ちり果たしてよね。本当に2部屋だけ？はい。3人部屋とかないんですか？おい、いいじゃない、拓也くんと一緒に泊まれば。やあよお姉ちゃん、誰がこんなケダモノと。誰がケダモノだ。あんたよ、あんた。私は構わない。少しは構ってよ。じゃあ拓也くんとみやちゃんが。それは絶対。いや、ちょっと。何か？お荷物どうされます？運んで。ちょっと待ってよお姉ちゃん。何か文句あるの？だいたいついてきただけのあんたが偉そうに。あんたが宿取ったっての？あんたが金出したの？あんたが運転してくれたの？あんたが連れてきてくれた旅行でもないのにグダ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 言ってんじゃないわよ。こっちとら長旅からやーっと解放されて、いらっしゃいませ、ひとっ風浴びてビール、あーもう幸せ、来てよかったって思いたいのに、ずいぶん水差してくれちゃって。何？代わりの宿探してくれんの？連れてってくれんの？帰るのどうすんのよ、答えなよ。加減にしないと。ごめんなさい。まあ部屋割りなんかで揉めるのもバカらしいし、いいわ、じゃあこうなさい。え？お互いが納得できる方法で決めましょう。で、卓球で勝負ですか？うっさいわね。これでもかなり譲ってんのよ。いいんじゃない、勝てば誰と泊まろうが文句言わないから。でも俺リスクでかいっすよ。だからあんたにもちゃんとご褒美があるでしょ。1セットに1枚ちゃんと脱ぐわよ、ミヤが。私商品じゃないのに。心配しないでミヤ、あんたの肌を晒すようなことはさせないわ。ちゃんと私が守ってあげる。マヤさん、何か言ってください。さあかかってらっしゃい。はい、ほら、ほら、はい。
ちなさい。ちょっとだけ。勝負はこれからよ。